この元々の硬さを知ってる人がやったら感動するレベルで軽い。多分これだって指一本でいけますよ。いきます、せーの、よいしょ。おら、よっこいしょっと。どうも皆さんこんにちは、 TK ヒーローです。さあ今回はね、面白いものが届きましたよ。それがねこちらなんですけどもね、はい、これ、私初めての個人輸入です。何を買ったのかと言いますと、こちらです。はい、じゃかじゃかじゃーんとね、ここにパッケージにね、ボランテエアソフトと、書いてありますけども、今回ですね、ボランテエアソフトさんというところが発売している KTW のウィンチェスター M1873 に組み込めるガスコンバージョンキットというものを購入してみました。今回ね、自分の分だけじゃなくてウエスタンの仲間の分も買ったのでこんな感じでね、いっぱい買いました。まあ私の分はでも一つなのでね、この1個開けていきたいと思います。というわけで、ボランテエアソフトさんのウィンチェスターガスコンバージョンキット開けていきたいと思います。今回のね、このボランテエアソフトさんってね、これ韓国のメーカーなんですよ。で、この日本のね、輸入代理店とかないので、もう本当に個人でやり取りするしかなかったんですね。うん、だからこのボランテエアソフトさんにメールしたんですよね。中学生並みの拙い英文でさ、俺日本人なんだけど、これ買える？日本に送ってくれる？って聞いたんですね、メールで。で、したら、ああ、いいよいいよ、送ってやるよって言うから、まあ、それで買ってみたんですね。で、まあ、物自体、ね、物の性能自体は、以前、マック坂井さんがレビュー動画上げてまして、まあ、それを見て性能自体は、知っているので、まあ、怪しい商品ではないなっていうのは分かってるんですけどもね。まあ、でも今回は、完成品じゃなくて、パーツ単体で買ってるんで、自分で組み込まないといけないっていうね。なので、この組み込み終わるまではちょっとドキドキですね。では、開けていきたいと思います。よいしょ。蓋を開けるとですね、まずは取扱説明書、韓国のメーカーなんで韓国語かと思いきや、ちゃんと英語でも書いてあります。で、まあ英文自体もそんな難しい文じゃないので、おそらくほんと中学校の英語やってれば読めるレベルだと思います。現に俺英語全然得意じゃないんですけども、これパッと見て、あー、はいはいはいってわかる感じなんで、まあおそらく誰でも読める感じだと思います。そして、続いてね、これちょっと変わってるんだ。はい、これ中に細かいパーツが入ってるんですけども、ウィンチェスターの弾薬箱、まあ、それをイメージした感じの箱になってるんですね。こういう細かいところがいいですね。で、中開けると、中にはスプリングだとかノズルが入ってます。まあ、細かいパーツなのでこれはなくさないように、気をつけましょう。そしてこちらが肝心の、ガスユニット本体です。この KTW-M1873 の、 このエアコッキングのピストン部分を今回のこのガスユニットに置き換えることによってガスガン化できるというわけですね。それでは早速このランダルカスタムに組んでいきたいと思うんですけども、ちょっと組む前に注意をしておきます。今回のこの商品、当然ですね、ガスガンにするということなので、まあ、パワーに関わるパーツです。ですので必ずこういうものを組み込んだりする場合は、このデジタル弾速計、これ弾の速さを測るものを必ず持っといてください。これ本当に間違えてパワー出すぎちゃうと捕まりますので、必ずこのデジタルのもので測りながら作業することをお勧めします。で、さらにですね、この KTW のウィンチェスターって、今回この組み込むランダルの他にカービンとライフルっていう3種類の長さがあるんですよ。で、メーカーのホームページを見ると、このランダルに組み込む分には日本の法律のパワーに適合してるんですね。とか、他の投稿者の名前を出してちょっと申し訳ないですけども、マック坂井さんのレビュー動画を見ても、このランダルの初速は全然問題ないんですよ。ただですね、ランダルでは大丈夫だったとしても、インナーバレルがカービンとかライフルだと長くなりますので、その分当然パワーも強くなるんですね。なので、組み込むのはこのランダルカスタムにしといた方がいいです。まあもちろんその適切な処理をね、パワーをダウンさせる適切な処理をできる方であれば、カービンだとかライフルに組んでもいいんですけども、まあそれをやるには当然そのインナーバレルのカットっていうバレルを短くするしかないと思うんですけども、それはまあちょっとね、素人に簡単にできるものではないので、まあもし、あんまりそういうの詳しくない方がやるのであれば、このランダルカスタムに組むのをおすすめします。おすすめしますというか、ランダルカスタムに組んでください。本当おそらくカービンとかライフルに組んだらパワー超えますので、その辺本当に気をつけてください。と、まあちょっと大事なことですので長く喋っちゃいましたけども、それでは組んでいきたいと思います。まずはこれをバラします。はい、それでは分解していくんですけども、多分全部映してるとかなり長くなっちゃうんで、まあちょっとカットしながらね、端折りながらやっていきたいと思います。まあまずはこのストックを外しましょうか。はい、ストックはネジ2本を外すとこんな感じで簡単に外れます。では続いて先台を外すので、このバンドの2本のネジを外します。で、ネジ外したらこんな感じで先台が外れます。で、そうすると、ここがメカボックスですね。ほら、前の動画で言った通り、ここは樹脂製なんですよ。
で、この上にアウターバレルが、こう金属のね、アウターバレルが被さってるっていう感じなんですね。まあ、ウィンチェスターのね、分解なんてあんまやる人いないと思いますけども。まあ、こんな感じでエアコッキングなんで簡単にバラしていくことができます。で、したらこのアウターバレルを外すんですけども、硬いんだよね、これ。なんでこんなアウターバレルは硬くはまってんだよ。カービンはこんな硬くないんだけど。やっと抜けた。よいしょ、アウターバレルを抜くとこんな感じで、インナーバレルが見えるようになります。で、そしたら次はこのメカボックスを外します。これは根元のプラスネジ2本で止まってるだけですので簡単に取れます。で、外すとこんな感じでピストンと、あとこのトリガーバーみたいな感じかな、これが見えるようになります。ちょっと無駄話になっちゃいますけども、このレバー、これでこのピストンの視野切ってんですね。この根元の部分がトリガーにかかってて、トリガー引くとこう引っ張られて、で、ここのピストンが解放されるんですね。だからこの長さの分トリガーで引っ張ってるんで、結構トリガーが重くなるっていう、まあそういう感じなんですね。てな豆知識でした。ちなみに今回もうこのパーツいりませんので外してしまいます。で、こちらがピストンですね。このピストンも今回いらないので外してしまいます。そう、以前の壊れやすいところの動画で言ったんですけども、打ってるうちにここが割れてくるみたいですね、根元の。はい、そしたらこのピストンとかもうこの辺もいらないので除外します。したらじゃあ次はサイドプレート開けようかな。はい、サイドプレートを外すとこんな感じで中が見えるようになります。ですね、この商品の場合は赤色のグリスがべったりですね。中国の電動ガンで緑色のグリスは見慣れてますけども、赤色のグリスっていうのは本当にね、初めてこの商品以外で見たことがない。これ最初からなのか本当劣化してなのかわかんないけど、すごい色だよね。で、このレバーユニットも外します。で、ネジ全部外すと、よいしょ、こんな感じでね、レバーユニットが外れますと。ちなみにコッキング軽くしたい場合は、ここの爪、ここ削って滑らかにしてあげると若干軽くなるみたいです。まあ、やってみたい人はチャレンジしてみてね。俺やったことねえからわかんねえけど。で、このスプリングガイドもいらないから外します。で、続いてこのスイベルリングを取って、よいしょ、ハンマーを抜きます。よいしょ。はい、ハンマー取れました。さあ、まあこんな感じでですね、ウィンチェスターをほぼ全バラしましたね。まあ本当に自信のない方はバラさないでください。これ戻すの大変なんで。それじゃあ、今回のね、このガスキットを組み込んでいきましょう。まずは説明書によると、このノズルをね、ここにくっつけるみたいですね。これだけでいいのかな。で、したら続いてね、ここの部分にこのパーツを組むみたいですね。で、このファイアリングピン外したら、このスプリング、これをですね、付属の、強いスプリングに交換するみたいです。もう一回これ組んで、で、こんな感じでハンマーまではめたら、このメインのガスキットをこんな感じではめて、よいしょ、多分これでもうあと戻すだけですね。特にこれ固定とかなさそうだよね、説明書読んでも。なので、あとは逆の手順で組み上げていきたいと思います。はい、というわけで、組み上がったのがこちらになります。はい、無事組み込みが終了したのですが、今はですね、あの組み立てをした日の翌日です。案外大変で、まあなんとか組んだんですけども、もうその後動画を撮る気力がなくてですね、そのまま寝ました。まあそんなこともあるわな。それでですね、大変だった箇所はですね、まあまずは私があんまりこういう作業慣れてないもので、このね、スプリングをかける部分、このメインスプリングですね、ハンマーの、これがね、割と大変でした。こう2本のスプリングをぐーっと曲げながら、このレバーユニットをガシャコンとはめないといけなかったので、ちょっと、あともう一本手が欲しいな、みたいな感じでね。まあ、割と大変でしたね。はい、まあ、それじゃあね、とりあえず、打ってみよっかね。ね、早速組んだんですから、とりあえず打ってみたいと思います。ガスの注入口はここになります。ここにこんな感じでガスを、よいしょ。まあ、注入するっていう感じですね。はい、それではマガジンに10発入れましたので、10発打ってみたいと思います。それでは、レバーコッキング、いきます。うわー、軽いよ、これ。では、打ちまーす。まあ、トリガープルはそんな変わんないですね。やっぱ、
一番の変化はこのレバーコッキングの軽さ。まあ、とは言ってもですね、強めのスプリングになってるこのハンマーを起こさないといけないので、まあ、そうですね、マルシンのウィンチェスターほど軽くはないです。あれよりかは重いですけども、箱出し純正なのエアコッキング版よりかは確実に軽いです。こうやってだって、余裕で連射できるもん。で、最後2発はこうやって逆さまにして、よし、これで撃ち終わったな。まあ撃ってみた感じですね、ちゃんと組み込めていたみたいで、コッキングして、撃つことができました。まあ、失敗がなかったようで、まずそこを安心しました。よかったー。で、まあ撃ってみた感じはですね、今まあ撃ちながらもうねぐちぐち言ってましたけども、このレバーコッキング、これがね超軽くなってる。この元々の硬さを知ってる人がやったら感動するレベルで軽い。多分これだって指一本でいけますよ。いきます、せーの、よいしょ。多分小指一本でもいけますね。小指一本でも、せーの、よいしょ。これすごいでしょ。もうほんとね、とにかくこれはレバー軽いですよ。ただですね、今これナンバーの内部の爪を削ったりだとか、そういう調整一切してないので、若干ね、引っかかりがあります。だから、この中の爪の部分とかをですね、削ってこう滑らかにしてあげれば、もうちょっと、軽くコッキングができるようになるかと思います。さあ、それでは続いてですね、一番大事な部分ですね、初速を測ってみたいと思います。はい、それでは今からガスコンバージョンキットを組んだランダルカスタムの初速を測ってみたいと思います。 84.92、 84.94、84.41、 83.64、 エラー、エラー、 82.85。 これ弾なくなったかな。まあちょうどなくなった。はい、まあという感じでだいたい80前半台で落ち着いてますね。まあ、今回ですね、パワーソースの変更という、まあ、パワーに関するカスタムを行ったので、どうなることかとちょっと不安でしたけども、まあ、とりあえず、80前半ということでね、まあ、全然パワー的には、大丈夫でしたので、まあ、ひとまず安心という感じでございます。はい、というわけでございましてですね、今回は、ボランテエアソフトが製造している、KTW のウィンチェスター用のガスコンバージョンキットを買ってみて、それで組んでみるという動画でございました。いやー、これはすごい。本当にコッキング軽いもん。このコンバージョンキットを組めばですね、エアコッキングでは難しかった連射がですね、もう本当難なくできますね。なのでエアコキではこう一回コッキングしてからこう回すしか、このコンバージョンキットを組めばですね、このハンマーを起こしてない状態からスピンコッキングで発射可能状態にすることができます。まあ、なのでウエスタンファン憧れのスピンコッキングで連射ができるわけですね。まあ、ただですね、もちろんこの商品いいところだけではございません。まず第一にですね、手に入れるのが大変。日本の代理店があるわけではないので、自分でボランテエアソフトさんのホームページに行って英語で注文するしかないです。なので手に入れるハードルが高いっていうのと、あとは組み込むのがちょっと難しい。組み込むのが難しいというよりかは、このウィンチェスターの分解組み立てがですね、ちょっと難しいかもしれないです。電動ガンとかで分解の組み立て慣れてる方であれば、まあちょっとできるかもしれないですけども、そういうの一切やったことない方であればですね、まあちょっとこれの分解と組み立ては難しいかもしれないですね。なので自分で組める方、もしくはこういうのが得意な友達を持っている方、まあ、そういう方しか遊べないっていうのもありますし、まあ、あとはですね、組み込みにあたって、まあ、あの冒頭でも言いましたけども、必ず断速系を持ってないといけない。まあ、最初に言った通りパワー系統をいじりますので、必ず断速系を持っててください。本当にあの今回のこのウィンチェスターに限らず、エアガンをカスタムするのであれば、こういうね簡易断速系じゃなくて、こう数字でわかるデジタル断速系を持ってた方がいいと思います。まあ、もちろんこの簡易断速系も精度が悪いとかそういうことじゃないんですけども、やっぱり細かい数字で分かった方がいいので、これはあの大雑把にしか分かんないんですね。なのでやっぱりこういう細かい数字で分かるものをカスタムするのであれば、必ず持ってた方がいいです。まあそんな感じでね、断速系を持ってないとやっぱりこういうのは組み込めない。
で、これもあの最初に言いましたけども、ただあのパーツをポンと組みたいだけであれば必ずランダルに組んでください。まあ、さっきのパワーチェックの数字を見ていただければわかります通り、ランダルであのパワーですので、おそらくカービンとかライフルに組んだら、まあ、ただ組んだだけだとオーバーする可能性が非常に高いです。まあ、なのでただポン付けしたい場合はランダル。で、もしカービンとかライフルに組む場合はインナーバレルを切るとか、まあ、必ずそういうあのカスタムの知識がある場合だけにしてください。じゃないと本当に危ないのでね。本当あの初速に関してはですね、サバイバルゲームフィールドとかに持ってった時に、あ、やべえ、ちょっと超えちゃってたじゃ済まないので、本当パワーに関しては慎重に、チューニングを行ってください。とまあね、ちょっとあの注意点が多くなってしまいましたけども、そういうのをクリアした上であれば、まあ、非常にあの素晴らしい製品だと思いますので、あのウエスタンファンの方、ウィンチェスターの黒金を軽くしたいという方は、検討されてみてはいかがでしょうか。それでは、じゃあな。